皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回は脂肪溶解注射に関する検証動画です。以前投稿した脂肪溶解注射7日間チャレンジが大変好評だったので、今回は最新の脂肪溶解注射 FATX コアを使用して本当に効果があるのか検証していきたいと思います。ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず FATX コアとはこちらですね。こういったサラサラ透明の、無色透明の液体です。でですね、この FATX コア、まあ何が新しいかというと、第4世代脂肪溶解注射と言われてですね、デオキシコール酸と言われる脂肪を分解させる主成分、脂肪の細胞膜の中に入って脂肪の細胞膜を溶かす、ね、そういった成分がかなり高濃度で入っております。今回使用する FATX コア、主成分のデオキシコール酸濃度がなんと前回使用した BNLS アルティメットの50倍含まれています。まあ、50倍は含まれてるんで、さすがに溶けると思いますね。そもそも FATX コアのコンセプトがね、多少腫れるけどめっちゃ効くっていう脂肪溶解注射なんですよね。BNLS腫れるのはもう仕方ないとして、でもすごい効くっていうコンセプトの脂肪溶解注射なので、腫れるのはいいとしてどれぐらい効くかやってみようと思います。では検証方法です。この FATX コアを1週間に1回 5cc ずつ顎下に注入します。最近僕もちょっと太ってきてですね、顎下の肉が気になってこう20秒になってきたので、これをですね、顎下の気になる分に1週間に1回 5cc ずつ1ヶ月間注入しようと思います。1ヶ月4週間なので4回ですね。で、前回はですね、 BNLS アルティメットを毎日7日間打ち続けたんですね。それがもう7日間打ち続けるっていうのは本来の使い方と違っていて、本来間隔を空けるものですから、今回はより本当の使用方法に近いやり方でやってみようと思います。じゃあ予想ですね。とは言ってもそんなめちゃくちゃあるわけでもないので、そうはまあ言われてみればちょっと減ったかなぐらいになるなんか正直思ってますけど、まあでもやっぱりなかなかそんな脂肪がそこまであるわけじゃないので、もっと本当はブヨブヨの体で実験したいんですけど、今回の一番気になったらお下でやってみようと思います。じゃあ FATX コアを吸っていきたいと思います。じゃあ 5cc ですね、1回分 5cc 吸いました。これを自分の顎下に打っていきます。ではハット X コア、ちょっと自分なので手袋を割愛でいきます。うわ、痛そう。あ、全然余裕だ。全然余裕ですね。本当はね、マイクロカニューレっていうのを使った方がいいんですけど、僕は別に内出血は気にしないので、針でズボズボってやりましたけど、本当ならマイクロカニューレ使ってやった方が内出血が出にくいです。でも、5cc ちゃんと入れました。そしたらですね、5cc ずつ、あと3回ですね、トータル1ヶ月間続けていきたいと思います。FATX コア1ヶ月チャレンジ終了しました。どうですかね？さっきビフォーアフターの写真撮ったんですけど、ちょっとね、もともと僕そんな太ってなかったので、大きな変化ではないけども、気持ちやっぱりこの辺がスッキリした感じがしますね。まず、お写真を見てほしいんですけども、こちらが1ヶ月前ですね。FATX コアを入れる前の顎を引いてる写真です。で、こっちが今撮った1ヶ月後の顎を引いてる写真ですね。どっちもやっぱりこう顎引いてる分ね、20顎にはなってますけど、ビフォーの方はちょっとまあお肉な感じが少しありますよね。対してアフターの方は本当に皮が寄ってるだけっていう感じで、肉感が少し減ったと思います。今回はですね、1週間に1回のペースで FATX コア 5cc を4回打ちました。本来はですね、FATX コアは2、3週間おきに3回ぐらいやるのがいいんですけど、今回はまあ短期的な検証だったので、1週間おきに4回打ちました。脂肪溶解注射は金飛ぶってよく言われますし、僕も正直ちょっと思ったんですけど、FATX コアに関してはしっかり効いたと思います。まあ、ただ、その目はちょっと腫れますね。以前僕はお腹に BNLS を打ち続ける BNLS チャレンジってのをやったんですけど、それに比べると FATX コアの腫れる感じはありました。ズキズキするというか、こう熱感を持って、しこりみたいな感じの腫れっていうのが1週間ぐらいはありましたね。まあ、とは言ってもですね、脂肪吸引に比べたらもう全然ダウンタイムなんか気にならないぐらい楽ですし、注射1つでまあしっかりちょっと顎下がスッキリした感じになったので、僕はすごい満足しています。今回ですね、僕実際に自分の体で試してみて、FATX コアすごい効果良かったので、移すのがめんどくさいぐらい大量になるので移しきれないんですけども、 FATX コア大量に購入しました。脂肪吸引は怖いけどちょっと部分痩せしたいとか、ダイエットしても顔だけ痩せないという方には脂肪溶解注射、特に FATX コアすごくおすすめなので、ぜひ一度無料カウンセリングにお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。